阪神佐藤輝明オープン戦2号ホームラン。阪神佐藤輝明内野手のバットが止まらない。1-5で迎えた4回の第2打席、無視からソフトバンク先発和田のカーブを右中間席へ運んだ。2月23日の巨人戦那覇以来の一発。17日の中日戦バンテリンDの第3打席から4打数連続安打だ。佐藤来た。詰まったのにな。テルスでええやん。打つ方はあんま心配せんでええけど、投手が悪いのはあかんねん。お返し来た。オメガの外出るだけやん。今日の唯一の収穫来た。ああ。佐藤最近すげえ。もう佐藤だけや。佐藤絶好調。テルちゃんも調子は上がっている。テルちゃん開幕モード。佐藤が好調期に入ってることだけが希望。テル上がってきたな。ええー、すごい。ソロなのは残念だけどテル偉い。テルちゃん最高やあんたは。この球場ええな。甲子園ならライトフライやで。佐藤4番だったら2点入ってたのに。岡田に外されたらこれでもかと打つようになる佐藤好き。今日はテル個人軍。テルにホームランが出たから実質勝ち。そういう風潮はある。もう佐藤だけや。テルちゃんしかホームラン打てる人は打線上向きやな。てかカラプリ以上に狭いわら。ラッキーゾーン最高かよ。甲子園も早よ作れ。浜風ないからね。佐藤は先のモードショーから今日も調子ええな。ノイジーを残してたのは佐藤覚醒させるためだったのか。甲子園もテラスつけろ。まあ別にノイジーでもええけど、今日前川やったら夢あったな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。